お前たち、俺がこの狼とここに残るからお前たちは先行け。何？この狼をこのまま残してはいけない。俺のせいでこんな目に遭わせたのだからな。おきくるみだが案ずるな。あの魔人どもをお前たちだけに押し付ける気もない。この辺りに潜む妖怪どもを一掃して安全が確保できたら、俺は必ずお前たちに追いつく。それまでお前たちだけで進んでくれ。へへ、おいおいおきくるみさんよ、何をそんなに力みやがってんだ。まったくそんなんじゃこっちが心配になるじゃねえか。でもまあそこまで言うならここは任せてやら。ってかもう神器の雷バリバリ感やばいな。オイラたちは一足先に魔人どもの場所へ急ぐから、そいつのことは頼んだぜ。もちろんだ。空と土と海の精霊たちよ、この者たちに聖なる力を与えたまえ。天子ありがとうな。知らぬひでえ傷だぜ。待ってるよ、早いとこ魔人どもをぶっ倒してすぐに助けに戻ってくるからな。天子心配なのはわかるが、ここはおきくるみに任せようぜ。いや、おきくるみだけじゃねえ、こいつには命を預けた無二の相棒がついてるはずだい。心配するだけやぼってもんだぜ。はい、じゃあ行こう。あ、でここやな。はい、じゃあここにはめ込もう。もうやば、今までで一番やったらいかん録画ミスした。本当にすみません。ああ、はいはい。ということで遅くなりましたが、どうも曽我です。まあタイミングでとこで火を灯してあそこにぶっ飛ばしたらいいってことだよね。いけ、だいぶ遅いね。お、ぶっ壊したな一個。よし、ここ行け、行ったやろ。何、あら、え、もしかしてなんかうまいこと言ったん。なんかうまいこと言ったっぽい。やめて、よし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 。ちょっと録画ミスがショックすぎて、めっちゃ操作が操作に支障が出とる。いや、マジで申し訳ない。こればっかりはちょっとごめんなさい。でも、やり直しももう、聞かないところでセーブしちゃったんで、本当にすみません。うわー、マジでショック。え？なんじゃ？雪玉？ですよね。これをどっかに、うわ、なに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 ？ああ、こいつか。ほんまに最悪やな。やばい、ちょっとめっちゃへこんどる。これは辛い。まあちょっと雪玉を多分この中に運んでって、あれ？動かなくない？あなた。全然動かなくない？え？あなた全然動かない。え？何こいつ？え、何のために出てきたの？
まあ、とりあえず先進もなんか全然この氷が思うように進んでくれんけど、もう先進も。いや、絶対あいつ連れてかない、連れてこないっていうか、持ってこないかんやつやん。やっと動き出した。さっきまで全然動かなかったの、なんなん。なぜじゃ、そんなことがあって許されるのか。これいけー、おりゃ。何があるんですか。鍵か。ああ確かに。あってことはとうとうあいつが最後の鍵になるんやな。よし、じゃあこれで最後の錠前くんやな。お前もさらばや。あ、商人がおる。まあでももうここでラストやろ。ラストやな。とりあえず武器変えるのめんどくさいんで売れんで。よし。いや、お前どこから入ってきただけや。まさかこの入り枠神殿を攻め落としに来たんじゃ。それなら俺も一本も引かないだけや。男と男の真剣勝負、きっちり商売で肩をつけるだけや。いやでも君も多分もう目星も売っとらんやろ。オッケー、じゃあ一旦いらんもんだけ売って迎えますかね、ボス。よし、準備オッケー。録画もできてます、大丈夫。じゃあ行くぞ。大きいくるみさっきついとるやん。お待たせ。お、大きいくるみ？なんだお前、ずいぶんと早いじゃねえか。ああ、実はあの狼のことなのだが、あの後すぐに一人のコロポックルが現れて、そいつにアマテラスを助けに行くよう言われたのだ。なるほど、あれがお前の言っていたあの狼の無二の相棒か。あの頃ポックルが現れた途端、狼の方も急に安心した様子で、みるみる気力を取り戻し、動けるほどまで回復したではないか。あの二人なら大丈夫。そう思わせる不思議な絆を感じた。だから俺はあの狼を残してきたのだ。あんな目にあったのに大丈夫なのか。さておしゃべりはここまでだ。お前もここへたどり着いたというのなら、目指す者がこの先にいるのはどうやら間違いないようだ。さあアマテラス、俺と一緒に戦ってくれるな。もちろんだぜ。空と土と海の精霊たちよ、我らに聖なる力を与えたまえ。やろうぜ。コタネチクとなんかチクタチクとかわからんけど、来たぜ。ソーマ人、こいつどうやったっけな。やつらさっき慌てて逃げたと思ったら、こっちでこっそり怪我を治してやがったな。ガラクリ仕掛けのやつらを倒すなら一気にやらなきゃダメだ。これ以上こいつらを逃したらこっちの体力が持たんぞ。逃す？おいらの電光丸は獲物を二度も逃すほど生蔵じゃないぜ。それはこちらも同じことよ。うわ、すごっ。オーラをまとっと。
よっしゃやるぜ。録画ミスの恨みを晴らしてくれる。オッケー。めっちゃ遠い。ちょっと待って、これあれか、雷なんかどっちかにできる。あんま意味ない。危ねえ。ちょっとこれあれか、咲かせたね。撃ってこい撃ってこい。ああこれね、オッケーオッケーオッケー。遠い。クソ、めっちゃ逃げ回られる。ん、危ねえ。どうしたらいい。はい、今だ、来いアマテラス。何？俺を力いっぱい引っ張って奴らに向かって放つんだ。俺が奴らを地面に引きずり下ろしてやる。あ、そうなの？え？え？できない？どうすんの？どうすんの？え？引っ張るってそういうことね。いっけ！筆紙でなんかするかも。お、降りてこい降りてこい。まだ。いや、どうなったん。おりゃ、いけ。よっしゃ、落ちてきた。おらおらほら。お、半分以上減ってる。よし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 。いけるぞいけるぞ。おお、何？おお、危ない。ちょっと待って、目まぐるしい目まぐるしい。どうする、先にあの黄色い方終わらしたいな。だったらもう一回あれ出してくれん。七つの差、七つの差。おお、ちょちょっと待ってよ、どっちも見よらんこといかんけん。爆弾、あれ爆弾返せる？返せん。おお、ちょどこ行った、どこ行った、あいつ。オッケー、チャンス、大きくるみ。あわ、あれか、ちょっとひるむタイミングが遅くなったのか。ヘギュッチ、あぶね。あれ卵なんなん、割れる、あ、割れたわ。くそ。王女、危ない。早く出せ。あ、なんか違う技してきそうやけど。何？いったいったいった、ちょっと待って、これやばい。オッケー。うほー、あー、出たちょっと待って、おっきょ、よし、おきくるみ、いけー。邪魔すんな。ほらほら、一匹終わり。やべえな、でも体力2つも持ってかれたもんな。ってことは板では松か竹か、え、梅か松かどっちかや。いや、玉じゃない。あ、そうか、あれもしかして火にしてやっとったら一挙火。危ない危ない。あ、届かねえ。ちょっと待って、ちょっとやっと届いた。
オッケー、もう一回もう一回。ダメか。くっそ、こいつ無駄にかかるな。なんでや、あぶね。あれを多分、まあ火つけるのが多分正解なのかな。あ、あとは火。オッケーオッケー、やっぱそういうことやんな。気づくのが遅い。オッケー、行くぞ、おきくるみ、行け。ほら、くたばりやがれ。いや、これ評価しょっぱいぞ、絶対。サイズがすごい。突然長い眠りから覚め、カムイの国を滅ぼそうとした双子の魔人。このヤマタノオロチ伝説を思い起こさせる魔物たちは、アマテラスとオキグルミの活躍で野に散る花と消え果てたのじゃ。しかしその美しさを塗りつぶすように巨大な暗雲が立ち上った。妖刀、金釘、大妖怪キュービ、そして相魔人モシレ地区、コタネ地区。これ以上ないほど膨れ上がった暗雲がもつれ合うようにして飛び去っていく。その行き先はエゾフジの山麓、ラヨチコに沈んだ箱舟ヤマトじゃった。箱舟ヤマトがこの世のすべての闇を集めているように思えてならない。ツスクルの漏らした言葉が胸騒ぎとともにアマテラスの胸によみがえる。うわあ、血だらけやん、あんた。そして魔人たちを倒すために払った大きな犠牲も勝利の余韻をかき消した。遠い遠い100年も昔の世界から現れた知らぬいと呼ばれた狼アマテラス。さすがの狼も相魔人の手にかかって息も絶え絶えじゃった。いや痛々しい。じゃが知らぬいはおきくるみの剣クトネシリカが光を宿したのを見て、その顔は笑みを浮かべているかのように安らかじゃった。知らぬいは最後の力を振り絞ると、相棒の妖精一尺が作り出した幽門をくぐり、幽門を作り出したん、元の世界へと帰っていく。それを見送ったアマテラスとイッスンは知っておった。知らぬいが真なるヤマトノオロチとの戦いの場に向かい、生死の瀬戸際にあるイザナギを救ってくれること。そしてオロチが滅するとき、知らぬいの命も果てゆく。それが世に伝わるオロチ伝説なのじゃ。ってことは、まあ、この言い方したらあれけど、大体おきくるみのせい。去り際に若き日の一尺が見せた眼差しは、その固い覚悟を物語っているようじゃった。あー、来たぞ、最強の勾玉じゃない、太陽の器。マジか、太陽のかけらを手に入れ、これで集まったんじゃない、集まってないんか。ですよねー、もうはい、記録します。あ、フィーバー。吹雪の止んだエゾ富士のふもと、アマテラス一行が神殿から戻ると、そこには必死で祈祷を続けるピリカの姿があった。そしてアマテラスたちの勝利を祝福するかのように、ついにエゾ富士はその二つの火口から勢いよく火柱を立ち上らせたのじゃ。炎のぬくもりを肌に感じ、喜びの涙にむせぶ村の者たち。じゃがその様子をおきくるみだけは無言で見つめておった。魔人たちを退治したとはいえ、宝剣を持ち出し皆を苦しめたことがおきくるみの胸を切り刻むかのように痛めつけておったのじゃ。そんなおきくるみの心を解きほぐしたのはサマイクルじゃった。かつてケムシリジーを神殿から救い出したこの村長は、ただ無言で手を差し伸べおきくるみを迎えたと思った。その目に心を預けた者への確かな思いを込めて、
それを感じたおきくるみも手を差し出す。そして二人が手を取り合った時、ウエペケレはどんな妖怪にも負けない強い村に生まれ変わったのじゃ。恐ろしい双子の魔人を打ち倒した宝剣クトネシリカはおきくるみの手によって元通り祭壇へと戻された。その身に青にび色の光を宿す限り、いかなる魔物も寄せつけぬ。クトネシリカの輝きはそう力強く語っているようじゃった。その時じゃ、クトネシリカから一条の光がきらめくと、その刀身のような閃光がライオチコの表面をひとなでした。すると決して溶けることのなかった氷にひびが入り、瞬く間に砕け散ったのじゃ。そして天から落ちてきたという鉄の船ヤマト、その神話が真実であることを物語る出来事、驚くべき出来事がアマテラスたちの目の前で起こったのじゃ。出てくるぞ、箱舟ヤマトが。すごい近未来的。虹の架け橋が。みんな集まっとるな。鉄の箱舟ヤマトが空に浮かび上がった。あのような鉄の塊が宙に浮かぶとは、まさかあの神話は真実なのか。ああ、天の国高間ヶ原から鉄の箱舟が落ちてきて、このライオチ湖に沈んだというあの神話は、そして箱舟に乗って下界やってきた神々天神族は、箱舟の中で無数のケムラムに食い殺されたとも伝えられる。常闇のスメラギ率いる何千何万という妖魔の軍勢にな。やはり闇の力が世にみなぎっていることと箱舟ヤマトとは無関係ではない。ちょ、ピリカ、俺ピリカと話したかった。なんでお前そこなんで持ってかれるの。ピリカと話したいのよ。ススクロ、お姉ちゃん私怖い。それだけか。ちなみにピリカはどんななるんですか、犬になったら。あれ、犬の姿が見れない。見れた。小さい。かわいい。よ。鉄の箱舟ヤマトか。天の国から落ちてきたという伝説もそれらしく聞こえるようだ。はい、お聞こえ元気？クトネシリカが青にび色に輝くとき、氷壁は砕かれ天への道は開かれる。予言にあった氷壁とは、猛吹雪を吹かせた魔人たちではなく、この永久氷湖の氷のことだったのか。お、何？アマテラス、もしもあの箱舟が天への道だというのならば、お前はあの箱舟に乗るべきだ。短い間だったが、お前と行動を共にして、お前が何者なのかは俺にも察しがついた。この先はきっと俺たちには立ち入ることが許されない。神々の領域に違いない。そうだろう、アマテラス。さて、というわけで、今この目の前に見える箱舟ヤマト、これがまあラストダンジョンというか、ダンジョンというよりかはラストボスラッシュになります。これがもうここに入ったら終わりです。最後戻ってこれないので、現状の実績というか確認してみます。天と絵巻物については全解除、妖怪絵巻物についても多分取りこぼしないはずで、指南書については、ブレーコーが取れてないので、まず200万貯めなければいけません。今お金163万なんで、あと40万ぐらい、ちょっと裏作業でお金を貯めて、ブレーコーは覚えようと思います。次、動物図鑑。今のところ、100% がいくつかあるけど、ここ、1、2、3、4、5個。
なんか5匹の動物を 100% にできてないので、ちょっとこれも 100% にしてきます。もうあの絶対箱舟の中には動物がいないので。で、魚図鑑についても釣れてない魚が3種類だけおるみたいなんで、それも釣ってきます。で、骨董品図鑑については、骨董品は全部出しとるかな、多分出しとるな、この感じ。ちょっと後からなんやけど、これせめてどれか1個ずつを持ってこうかなと思ったんやけど、ちょっとこの3つはもう間に、この4つかな、あ、5つやね。多分もう手に入りません。まあしょうがない。で、はぐれ玉については、ポンコタンはこれ誰かの名前、なんか6文字の名前の人、一尺ではない。まあだけど、ちょっとポンコタンに行かないかんしょ。ほんで、ここ、ヨシペタイも多分、カイポクとレースをして勝つかなんかせないかんです。で、ここに関しては、もう100機、ヤッコをしなければいかないので、ちょっとマジで嫌な予感しかせんのよな。で、ここ、新州平原についてはこの後すぐ取りに行ってきます。もうそろそろ解禁されてると思うんで、こっちの名もなき男の方がね。これはもういつでも行けたけど、ちょっとここ行くついでに行きたかった。ぐらいかな。で、最終評価については、持っとる幸玉と妖怪牙の数は関係なかったかな。お金と幸玉と、あと何やったっけな。死んだ数とかもあったはずなんですけど、多分今のところはお金だけちょっと不安かな。まあ、そんなわけで、最後この箱舟ヤマトに乗る前に、すべての実績というか、コンプ要素をコンプリートしてから、ちょっと向かおうかと思います。というわけで、コンプしに行くぞよー、そろそろで焼いたやろ、もう。もう焼いたやろ、よっしゃ、焼けとる。取りに来たぜ。おっちゃん、まさか、おっちゃん、おい、おっちゃん、おっちゃーん、なんでやねん。なんだ、うるさい。おお、お前たちか。まったく騒々しいやつだな。そんな猫に追われたドブネズミみたいな声出せなくても聞こえるよ。ドブネズミ。まあ、我が作品を待ち焦がれて興奮するとは陶芸家冥利に尽きるがな。その待望の最終作だが、今ここにお披露目しよう。一輪挿し最終作白駒だ。どうだ、素朴にして重厚、あまりにも美に真面目で正直なその姿、その一輪挿しを俺はどう扱ってよいかわからん。それをどうするか、あとは白老祭お前に任せたぞ。あ、ごめん、はい、よし、じゃあ持っていきますかね。ここに花瓶、いや、まあ、一輪挿しを渡した後に名もなき男のところに戻ったらはぐれ玉がもらえたはず。お、すごい、よかったぜ。で、名もなき男のとこ行く前に玉屋が近いけん、ちょっと先に玉屋行こう。おい、玉屋、トリプル爆裂ボーイが来たぞ。行くぞ。はい、1、2、え、2、ちょ、2、ちょ、やらせてくれ。1、2、3、ほら、なに、まさかトリプル爆裂ボーイ。さあ、よこしてくれ俺に、極上、完全に思い出したぜ。俺の名は玉屋、天下に轟く炎の花火師玉屋とは俺のことよ。ありがとよ犬頃、この俺の魂に火をつけてくれて。お礼にその辺で拾った綺麗な玉ころをくれてやら。普通の人が聞いたらブチギレるだろ。さーて、こうなりゃいつまでも放げちゃいられねえ。来年の祭りに向けて新しい花火を作り上げるぜ。サンキュー。名もなき男待たせたな。白老祭をまた移動させる人のこと。お前があの一輪挿し白駒をどうしたのか、それはあえて聞くまい。だがお前のことだ、白駒をきっと幸せにしてやったことだろう。その気持ちに対し
俺から一つ贈り物をさせてくれ。サンキュー。あの一輪挿し、あれは幻だったんだろうか。きっと俺にはまだあの偶然の一品を受け止める技量がなかったのだ。陶芸の道は何とも長く、そして険しいものだな。しかしだからこそ選んだ道なのだ。白老祭よ、我が挑戦は今始まったのだ。これからもとことん焼き続けるぞ。いや、よかったぜ。ホタテ。タツノオトシゴ。トビウオ。え、なんもあれもなし。いやでもこれで終わった。やめますよ。おにぎりさん来たぞ。200万こさえて。ほほほ、また来たのかな、可愛らしいおかみさんや。もしかしてこの道場で武術を学びたいのかの。もうこれで最後やで。おにぎりさん、ブレーコー行くぞ。たっけーな、マジで。まあ最後やけちょっと見ようかな、これも。なんとお前さん、また稽古に挑むというのか。そうか、そこまで言うのならば仕方がない。今度こそ手加減もせんぞ。うむむむむむむ、うおふんむ、貴様覚悟はできているだろうな。ではこの中へ入るがいい。さあ最後の修行や。それでは稽古を始めるぞ。貴様が今から習得するのは神業ブレーコーだ。まずは極意習得の心をしっかり頭に刻みつけろ。神業ブレーコーの極意、戦闘中に A を長く押し敵に舐めた攻撃を食らわせるべし。さすれば妖怪の怨念が妖怪牙となってこぼれ落ちるなり。 A を押す長さでブレーとブレーコーは使い分けられる。はい、己の気の向くまま相手敵を舐めに舐めるべし。どうだ、理解したか。はい。それでは貴様にこの技の指南書を授けよう。武人の魂を忘れかけた時はこれを見て熱き心を思い出すのだ。思い出します。ありがとう師範。この技は天賦の才を持つ者のみが使いこなせる高等技術。修行などという生ぬるいことはなしだ。ここで存分に練習したら脳をかけ、その身に覚え込ませる。存分に練習したら多分ここの道場めちゃ臭くなると思いますよ。ちなみにブレーコーは以前にも話したと思いますが、ブレーがおしょんしょんに関して、ブレーコーに関してはうんこです。最悪やな。ありがとう。行ってしまったか。狼よ、たとえ一つの技を極めようとも、己を磨く心をなくしたらそこで武人は終わりだ。貴様が武人の魂を忘れぬようわしは祈っておるぞ。つうわけでラストおにぎり祭でした。あ、おるおるおる。やっぱりな。海北、レースしようぜ。アマテラス、これからって時にどうしてこんなところへ。なんてね、ハートで撮る。あんたはきっとまたここに戻ってくると思ってたよ。この森を二人で駆け抜けたあの時、私、自分の走りについてきたやつがいるなんて本当に驚いた。だって私、走ることにかけたら誰にも負けたことがなかったからね。そしてあれからずっと私の胸に熱く燃えるものがあったんだ。一体どっちが早いんだって。私どうしてもそれをはっきりさせたいんだ。アマテラス、あんただってそのつもりでここへ来たんだろう。もちろんさ、私との走り勝負受けてくれます。望むところじゃ。どっちが早くこの森を抜けて広場へ出るか、正々堂々勝負だよ。オッケー。さあこれ一回でいけるかな。ちょっとスタートライン海北の方が手前すぎん。空と土と海の精霊たちよ、どうか私に聖なる力を与えたまえ。いやいやいや、
ッケー、これは買ったんちゃう、買ったやろ、どうや、よっしゃ、これ買った音やろ。そんなバカな、やったやったやった、私は最高の走りをしたはず、それをあんな風に抜き去るなんて信じられないわ、やったぜ、これが狼アマテラスの走りなのねすごい惚れ惚れしとる、惚れた、えへへ、アマテラス、私これですっきりしたよ、初めてあんたを見た時から私とあんたどっちが速く走るのかそればかり気になってた、そしてどうしてもそれを確かめずにはいられなかったんだ、その気持ちを受け止めてくれて本当にありがとう、これで私も旅行くあんたを心から送り出す、え、惚れたとかって話じゃなくて旅の無事を祈ってあんたにこれを送るわ、はぐれ玉でしょ、あざっす、よっしゃーい、イエイ、じゃあついでにもうここもう一つウェペケレの5文字の名前の人に会わないかんはず、またこんなところへ来て物好きな野郎だな、どうするんだよ、まこ中に入るのかい、入るよ、それじゃさっさと入って用事を済ませてきな、おいらは誰に何と言われたって中へは入らないぜ、こんな神器くせえ村に入ったら自慢の兜が曇っちまうわ、でもなんかイッスンを連れて行かないといかん気がすんよな、こうスキップできるか、飛ばそう、あ、おしろおかみ、またじいさんも訪ねてくれたなりか、まあ多分訪ねてくれたなりだ、じいさんもあれから急に元気になって大変なり、目もだいぶ良くなってもうはっきり、え、嘘、すごっ、そんなことあるん、やば、めっちゃそっち玉もらった、やったぜ、マジかよ、え、目見えるようになるんや、よう、この村は光る苔の明かりで万年照らされておる、それゆえ村の者は誰も気づいておらぬようじゃが、ついに来たようじゃな、幻灯の職が、甘子、そんな目でわしを見ないでくれ、察しの通りわしには一人の孫がおった、名前はイッスン、幼い頃からわしを超えるほどの見事な筆遣いを発揮し、それゆえわしは大きな期待をかけ厳しく指導した、じゃがそれが裏目に出て絵を描くことを嫌うようになったのじゃ、もしかしたら今はもう筆を取ることさえやめてしまったかもしれんな、そんなことないで、ママ子、もしもお主が一寸と出会うことがあったなら、その旅が幸多からんことを祈る、あ、やった、わしの気持ちとしてこれを持って行ってくれんか、よっしゃ、やっぱ一尺 G ってあれか、それで6文字か、わしにしてやれるのはこのくらいのことだけじゃが、我が孫を思う気持ちは誰にも負けんぞい、大丈夫で、一尺 G ちゃんと伝わっとるで、あんたの意思、はい、というわけで天体巻物全部集めました、で妖怪巻物はちょっとこの後ボスとかがまだ新しく出てくるんで一旦置きの、指南書も全部習得しました。で、次、動物図鑑。これも、はい、オール 100% ですね。達成しました。ちなみに一番最後に餌をあげたのは、犬科の、人工です。ハスキー犬ね。で、次、魚図鑑。これも、一旦すべて集めました。多分集めたことになっとるはず。はい。なかなかに。ちょっと結構大変。飛び魚マジで大変だった。で、次、骨董品図鑑。これも、とりあえず、全部集めたはず。集めたかな一応、記念に1個ずつ置いとこうと思ったんですけど、それを思い立ったのが遅くて、このビー玉サンゴのかけら、漆器セット、この木彫りの熊だけはちょっとゼロです。で、はぐれ玉！はい。もう、壮観やな。あとは、ここだけ。ここだけね。カムイのとこなんやろうな。はい。ということで残すところはこのはぐれ玉、この1個を集め切ったら一応コンプ要素は全部完了のはず、妖怪面相書きについて もう全部終わりましたね、はい、さあここね、はい、もう今来てます一旦この穴の中まだ1回も入っとらんので、まず袋ムジマを倒した後もう一回入ったら多分百鬼夜行が開始できると思うので、ちょっとそれについては次回も丸々1パート使ってやろうかなと思います。いやーもう絶対大変やろうな百鬼夜行、まあ頑張ろう。